はい、山寺です。今ね、茅島に来ております。これからですね、また茅島の、お店を酒場ですね、酒場放浪したいと思います。では行ってきます。はい、それではですね、今から修楽さん、立ち飲み修楽さん、久々ですけど行ってみたいと思います。今ですね、久々に茅島のね、修楽さん来てます。ケンちゃんとね、チャコさん、まあ、チャコさん今ちょっと撮影してますけどね、と3人で来ております。茅島です。また今から飲みますよ。3人ともハイボールをいただきたいと思います。ハイボールがね、320円ですね。いただきますよ。お疲れ様です。乾杯です。乾杯って言いそうになったわ。乾杯ですね。ありがとうございます。山寺乾杯ですね。ありがとうございます。これぞ。あ、ここの濃いハイボール、ね、濃いです。濃い、酔うてきましたけどね。酔うてきましたけど、結構酔うてます、うん、ありがとうございます。もう結構はしごしてますんで、これぐらいでもいいですよね。もう最高です、ありがとうございます。これぐらいがいいかな、うん、もうね、もう最高です。ありがとうございます。まだ飲みます。今から飲む、今から飲み始めるのにね、うん、よし。いただきます。うん、美味しいよ。あ、美味しい。うん、風味感は全然消えてる。そう、ちょっと酸味があるんで、ちょっと酢が入ってるかもしれませんね。うんうん、食感いいですね。このシャキシャキしてね、なんか食べやすい。ほう、さっぱりしてね、うまい。うん、合うわね。セロリのきゅうり漬け合うわ。セロリです。セロリのきゅうり漬けおかしい。セロリの醤油漬けやったな、これ。セロリの醤油漬け、うまいこと。これ味ね、味付けしはって、うん、うまい。なんか家庭的な感じですね、このね。そう、そうなんですよ。ここはね、結構ね、手作りの料理を容器あってね、リーミーお店なんですよ。ね、うん、野菜も美味しい。料理がね、美味しい。野菜も美味しいね。うん、お袋の味って感じ。そうですね。美味しいよ。うまいですよ。サバね、私食べよう思って、まあいいですよ。俺、ケンちゃんがね、先にちょっと食べちゃったんで、まあでも全然 OK ですよ。食べちゃったんですけどね、これはちょっともう間違いなく美味しいでしょうね。これ照りがすごいわ。いただきます。めっちゃ脂乗って美味しいじゃん。何これ、生でしょ。この脂がたまらんわ。これ美味しいね。ご飯欲しい。うまい。ご飯、ご飯と食べたらもう絶対あかんね。ご飯とサバと味噌汁だったら、もうあかん。もうサバに定食。そうそうそう、それだけでもう、もう満足、満足、うん、成立ですよ。成立しますよ。これはね、かなりうまいです。あー、おいしいな。ここはもうね、手作りの料理が揃ってますんで、本当にね、皆さん美味しいんでね、ぜひぜひ修楽さん、最高ですわ。ちょっとまだちょっと、なんかね、ちょっとまだ食べますよ。まだちょっと食べようと思います。ちょっと気になるメニューが今ちょっと今発見しました、私の中で。これ注文してみたいと思います。歯応えがいいわ。サバと、うん、うまい。ケンちゃんはサバ、うん、うまい。サバがやばいね、間違いないね。大根とね、豚バラ煮っていうのが来ましたよ。私はちょっとね、豚バラをいただきますよ。これは絶対美味しいです。ちょっと厚切りのね、豚バラですわ。いただきます。うまっ。どこ行った。甘辛い味付けで豚肉のバラのこの白身、脂身、甘くてうまい。
めっちゃ美味しい。どこで？次、大根いただきます。大根もこれ箸でスーッとこううまいでしょ。だってこれもう染み込んでるやん、出汁がね。いただきます。めちゃめちゃあのね、だしが染み込んで、これは美味しいわ。ご飯とこう食べたい、うん、最高。2杯目です。2杯目は、トマトチューハイ。これね、350円ですわ。いただきます。うまいわ。トマチューハイ、ハイボール。ケンちゃんはハイボールですわ。もうチャコさんはやっぱり、ね、トマチューですよね。これあの次の日あの悪酔いしませんもん。乾杯。皆さん乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ様です。うん、美味しいね。うまい。これうまい。うん、こんな贅沢濃厚やね、濃厚やね。お店だとね、やっぱりトマチューもいろいろ違う、違う、違う、違うんです。ハイボールも違います。全部美味しいよ。どこも美味しい。炭酸のこの、そうそう、まあいろんなねやり方があって、濃度が違います。そうそう、どこもでも美味しいです。はい、今ですね、シュラクさんで飲んできました。どうですか、ケンちゃんさん。よかった。よかった。こういうでしょ。お袋の味の立ちの。ああ、ほんでまあ返しも熱いですよ。結構返しも激熱ですよね。トリコですね。読み屋多いですね。そう、多いんですよ、ね、多い、めちゃくちゃ見てます。そう、もう読み屋だらけなんで、皆さんもしよろしければね、返しも来てみてください。はい、私はいつも YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければ山寺のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。